やつ出てこい。まいったね。早速ヘビ状にあぐらを壊されちまった。うん、特にイムちゃんの気合がすごかったよ。悔しいけど圧倒されちゃった。あたいたちもうかうかしてられないよ。さっさとこの世界から脱出してヨーマをぶっ飛ばしてやんないとね。うん、イカラがどうした？なんか気になることでもあるのか？ええ、サユリ様がこの世界に私たちを呼び寄せた真意について考えていたんです。ばっちゃんの真意？この世界に私たちを閉じ込めて忍びの棒踊りを通して忍び学生同士を戦わせる。なぜサユリ様はそんなことを？まだそんなこと気にしているのか？そんなの分かりきってるじゃねえか。あたいたちの中で誰が一番強いかを確かめたいのさ。それならそれで納得できるのですが、ではなぜこの世界にわざわざ呼び寄せたのでしょうか？言われてみればそうだね。ホムラちゃんやユミちゃんと力比べするなら現実の世界でもできるし。本当にそうか？え？ギリギリの真剣勝負、勝った方が負けた方の命を取る。そんな戦いがあいつらとできるか？そうですね、私はヨミさんの命を取ることはできないかもしれません。ヒバリもだよ。ハルカさんを殺すなんて考えられない。俺たちはあいつらと親しくなりすぎた。いい意味でも悪い意味でも。確かにな。ただあんな妖魔を見せられたら本気でやるしかない。俺たちの世界が壊されるのをこんなところで指をくわえて見ているわけにはいかないからな。私たちを真剣に戦わせて鍛えるための舞台、それが忍びの盆踊りでありサユリ様の真意なのでしょうか？おそらくな。サユリは俺たちから馴れ合いの空気を一掃したいのだろう。でもそれっておかしいと思う。どうして？それはホムラちゃんたちと戦えばわかるよ。お、アスカ、いい顔してるじゃないか。その気合、あたいも乗ったぜ。行くぞみんな。あいつら相手に小難しい作戦はなしだ。正面から突っ込んで全力をぶつけようぜ。余裕だぜ。はっ、
強いからあたいたちは負けないように必死になる。それでいつも以上の力が出せるんだ。だいたいさ、日陰との戦いだって勝ったり負けたりじゃん。勝敗はその日の体調と運次第。今日は勝ったけど明日は負けるかもしれない。だからあたいは何度でもお前と戦いたいんだ。なんだ。いや、ええこと言うな思って。バカなこと言うなよ。照れるだろ。こうなったら仕方ない。照れ隠しにみんなのおっぱいを揉ませてもらうぜ。なんでそうなるんや。いいじゃんか、いいじゃんか。減るもんじゃないし、むしろ大きくなるかもしれないぜ。カツネーム言っていることは正しいと思う。
だって妖魔が攻めてくるんでしょ。それなのにこんなところで戦って代表を決めるなんておかしいよ。妖魔と戦うならホムラちゃんたち、ユミちゃんたち、ミヤビちゃんたち全員で協力して戦った方がいいと思う。私はそれを慣れ合いとは思わない。だって私たちは戦うごとに一緒に強くなっていく最強の友達だから。それにもし忍びとしての任務でホムラちゃんと命の取り合いをしなきゃならなくなったら私はやるよ。忍びとしての覚悟はできてる。なるほど、覚悟の問題ということか。アスカは揺るぎがないな。さすがは俺たちのリーダーだ。そんな私はリーダーなんて器じゃないよ。いや、お前のまっすぐな気持ちは俺たちの道しるべとなる。その思いをこれからもみんなにぶつけてくれ。うん、でもみんなだけじゃない、ばっちゃんにもぶつけてみるよ私の気持ち。このくらいどうってことないぜ。